ナブル、アンバーナブルは2023年にリリースした新曲「逃げるユーフォリア」のメガボルトを公開した。本楽曲はバーナブル、アンバーナブルが2023年初頭より行っていた10ヶ月連続配信リリース最後の作品で締めくくりとなる作品だ。透明感のあるシンセアルペジエーターから始まるトラックに過去のウィスパーボイスがうまく溶け込み、バーナブル、アンバーナブル特有の浮遊感あるダンストラックに仕上がった曲となっている。歌詞には人との関わりの中で押したり引いたりする駆け引きの面倒くささと、一方でそれに快感を感じてしまう自身の内情が描かれている。メガボルトは全編レトロゲーム風のイラストを使用した RPG の世界で、白いマルチーズが天国と地獄をさまよいながら歩く構成となっている。レトロゲーム風のイラストを担当したのはピクセルアーティストの石田ふづき。レトロゲーム風のドット絵を描く現代のピクセルアーティストとしての実力者だ。画面中央を歩く主人公たる白いマルチーズが地獄を歩いたり天国を歩いたり、大きなマルチーズと戦ったりしながらライフを失っていきつつも人生、犬生を続けていくといった展開となっている。バーナブル、アンバーナブルは2024年2月21日に本楽曲も収録される自身初のフルアルバム空恐ろしいを発売することも決定している。物理的な CD の発売は2年ぶりだ。アルバムには多くの人に聴かれた楽曲ハッシュハッシュやフル CGMV で話題となったリセット症候群を筆頭に、亡き母を思って書いた曲灰になって空に舞うやバーナブル、アンバーナブルの新たな境地となった1日1日夜、神ロービなどを収録。どの曲もり過去の暗くて重い人間の心の底に溜まっている感情を描いた楽曲で、アンヤの深淵で浮遊しているような気分になるだろう。CD リリースに伴い、こちらも初となる CD リリースイベントも決定。さらにパワーレコードではオリジナル早期予約特典として、こちらも初となる特典映像 DVD の配布も実施することが決定している。配信情報、2023年12月27日配信開始、逃げるユーフォリア配信リンク https://lnk.2/nigr アジア d アトク7リットル4